会の真っ只中でだいぶ盛り上がってまして、はい、茨城の県なんですね。龍ヶ崎牛久稲敷で金沢屋事業をやってます栗田です。で、陽子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。4月で4年目に入ります。丸3年くらいですか。ありがとうございます。以前ちょっとお伺いしたので、今は2年の授業を、はい、不動産会社を世田谷で15年くらいやってました。そういったあの経営のプロの目線から見て、こう金沢屋に参入してみようと思った、はい、なんか一番のポイントかもしれない。賢ぶっていいですか。不動産やってた時にランチェスター戦略っていうのを基本にしてた。地域、客層、まあ、そういったものをどうやってセグメントしていくか。金沢屋だと地域が決まってて、客層が高齢者、あと売るものが張り替え、これ決まってるんで、今までの僕の商品に合ってたやつ、ランチェスター戦略を僕が考えなくてもそれが成り立つっていうのが分かったのが一番強かったです。本当にこう経営のね、経営をプロでやってから、はい、あの社長からこういうお言葉をいただけるっていうのはすごくあの嬉しいなっていう。新しく事業する人は悩まなくていいと思います。ありがとうございます。どうでしょう、金沢屋さんの商品を始めようと思って、どんな風に正直な印象でいかがでしょう。でも面白そうだなと思うので、私もともと自分で機械を使って何かすることが好きだったので、これなら私でもできるかもしれないなと思って一緒に研修に行きました。ありがとうございました。今着々とこう事業を、はい、今3つです。あと1人アルバイト。どうですか、当時参入した時の描いていた時の、まあ、歩んできた時の自分のこう想定みたいなのが、想定以上だったのか、想定外だったのか。想定外です。忙しいです。いい意味での想定外で、はい、忙しいです。ちょっと嬉しいお声をいただきました。そこがちょっと想定外です。よかったです。今ドキッとしました。毎月の売り上げは僕らは実は決めてなくて、目標を決めてないんです。一日できる限り全力でやろうと思って徐々に売り上げが上がってるというか、多分トップピーク決めちゃうとそこでやめちゃうと思うので、うちに関して言うと目標値は決めてないんです。もう本当にチラシで収穫して回収した分できる限り出してで、内部留保があったらまた報告。スタートした時は月120万で良かったです。アベレージ400ぐらいは行って、まあ、忙しいです。どうでしょう、まあ、忙しいって、まあ、嬉しい悲鳴でもあるんですけど、開業される中の方には脱サラでサラリーマンで始めるのに、まあ、会社と同じように忙しかったらこれどうなんだろうって思う方ももしかしていらっしゃるかもしれないんですけど、この自営だからこその忙しさまたあの違い、サラリーマンの違いというのもあるかもしれない。まずは忙しいのでなかなか休みは取れないんですけど、とはいえ閑散期があるので閑散期の時に旅行に行ったりとか、でも平日に行けるし、自分でコントロールできるので、休みが土日必ず必要な人はちょっと無理かもしれないけど、そうじゃなくて月に2、3回まとめて取れるっていうのは、まあ、乗馬始めました。そう、間の中で1日の中で午前の2時間だけ乗馬に行って、その後また施工してっていう生活ができるんです。素敵ですね。単純に私サラリーマンみたいな羨ましいだけで、でもそう言ってもね、本当にこう日々の努力ですとか鍛錬を重ねていきながら、しっかりとこう実績を積み上げて、お客様の信頼もつけていきながら、またこう利益を増やすように幸福で取り組まれているんです。もしあのオーナー最後は金沢をやってみたいけど言いたいが分からない授業だから怖いんだよねとか、一歩踏み出せない方って本当にいかないかなと思います。それにもしメッセージがあれば、私怖いと思ってるんなら多分岡本太郎的にやりたいことなんでやっちゃった方がいいと思います。妻の立場からもしあれでしたら、うちの主人が出演するとかちょっと不安で、あとは開業考えられるとかのシビスとか、ずっと一緒にいるって喧嘩する暇もないです。だから仲良くするしかなくて、仲良ければお客さんもいいわねって言ってもらえる、見てもらえるので仲良くなれるし、仲良くずっとしたいなって旦那さんと思っているんであれば、ぜひお勧めします。今日はオーナーのインタビューも金沢のいい話も聞いてくれたので、二人見てたら私結婚したいなと思いました。残念ながら嫌だったんですけれども、まだ諦めずに頑張ろうと思いました。お二人にうちのいろんな
イベントだからお手伝いしていただいてるので、はい、いつもね、ご夫婦でお手伝いしていただいてる仕事も多いので、まあ、素敵な夫婦だなと、はい、残念に私も思ってたので、今日直接お会いさせていただいて嬉しかったです。はい、どうもございません。どうもありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございます。興味がある方はぜひ他の動画もご確認ください。